失礼します。ガラ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 。ああ、どうも野口さん、こんばんは。どうもご無沙汰してます。あ、山本です、よろしくお願いします。はい、こちらですね。すいません、失礼します。すごいですね、このお店。いや、なんかこんな高級なね、料亭来ることないんで、なんかすごい緊張してるんですけど、この際本当お招きいただきましてありがとうございます。いや、そうですね、今回のプロジェクト絶対に成功させたいですね。はい、まあ、改めましてこの度このプロジェクトのリーダーに任命されました山本浩平です。よろしくお願いします。本当、ふつつかものですが、ふつつかものですがっていう言い方合ってるのかわからないですけど、まだ僕この会社入って半年しか経ってなくて、本当になんかその御社とのね、共同のこのビッグプロジェクトのリーダーに任されるなんて本当思ってなかったんですけど、はい。ああ、そうですか。あの、うちの西尾がすごい僕に期待をかけてくれてる。ああ、なんか恥ずかしいですね、なんかこういう話で。はい。いや、でも、いや、西尾さんそんなこと言ってくださってるんですね。なんか普段僕にめちゃくちゃ厳しいので意外でした。はい、ですね、まだ半年なんですよ、本当就活で面接内定いただいてここ入ってから、はい、なんかね、なんか異例な大抜擢とか言われるんですけれど、はい、あ、就活ね、なんかめっちゃすごい就活思い出いろいろあるんですけど、あ、すいません、なんかめっちゃ面白い話あるんですけど、僕の就活に関する話でちょっと聞きます。いや、めっちゃ面白いです本当に。はい、いや、自分で言うのかよって、まあそうですけど、本当に面白いんで聞いてほしいんですけど、僕本当こう見えてすごい緊張しいなんですよ。それで、あの、面接がすっごい、もう吐き気がするほど緊張するんですよね、面接の前日とかで。あの、学生時代に面接をすごい頑張っていた友達に、あの、ちょっと電話で相談したんですよね。なんか今度絶対に行きたい会社の最終面接ですごい緊張するんだけど、お前どうやってその緊張解いてたのっていうふうに聞いたら、その友達が、いや、俺の面接前のルーティーンは決まってるって言ってて、その面接の前の日にピンサロに行ってスッキリするんだって言ってて、なんかそしたら、あの、面接うまくいくって言ってたんだけど、いや、お前精を出すタイミング間違ってんだろうって思いましたね。あ、よかった、めっちゃ受けてる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 。いや、そんな、むせないでください、そんな。そんなむせなくていいですよ、そんな。ねえ、精を出すタイミング間違ってますよね。なんか、ね、頑張るタイミングと、なんか、ピンサロで別の精を出すみたいな。乾杯しましょうか。はい。はい、乾杯。このプロジェクトの成功を祝して。いいワインですね、これ。僕、あの、ワインに目がないんですよ、本当にね。はい、これは何ですか、これは。これ、すごい、なんか、見たことのない魚介ですね、これ。うん。いいっすね、これ。絶対成功させましょうね、このプロジェクト。